ジャウアド・ガリブは、モロッコの陸上競技選手。2008年北京オリンピックの銀メダリストである。アトラス山脈中部ヘニフラ出身のベルベル人である。ガリブは、長距離を専門とする選手で、競技を始めたのは22歳からと遅かった。2001年のエドモントンの世界選手権では1万メートルで11位。また同年のハーフマラソンの世界選手権では9位という。 成績に終わっている。しかし、翌2002年のハーフマラソンの世界選手権では1時間00分42秒で2位となり銀メダルを獲得した。ガリブは、その後マラソンを中心に活躍する。2003年のロッテルダムマラソンでは2時間9分15秒で6位となったものの、同年のパリで開催された、世界選手権では2時間8分31秒で、 金メダルを獲得。20年前の第1回大会でオーストラリアのロバートド・キャステラが作った大会記録を更新した。翌2004年のロンドンマラソンでは自己ベストとなる2時間07分01秒で3位となるが8月のアテネオリンピックでは2時間15分12秒で11位と入賞することもできず敗退した。2005年2年連続で出場した。 ロンドンマラソンで2時間07分49秒で前年を上回る2位の成績を収めると8月のヘルシンキの世界選手権では2時間10分10秒で金メダルを獲得。1997年、1999年大会を連覇したスペインのアベル・アントン以来の大会に連覇を達成した。2006年以降、 ロンドンマラソン他で上位に入賞を果たしているもの勝利することはなかった。しかし、2008年北京オリンピックでは、序盤からハイペースの戦闘集団に最後まで食らいつき、2時間07分16秒でケニアのサムエル・ワンジルに次銀メダルを獲得。モロッコに1960年のラディベン・アブデ・セラムの銀メダル以来48年ぶりのマラソンのメダルをもたらした。 2009年のロンドンマラソンでは、最初の 5km を14分8秒で入る、超ハイペースのレースの中、北京五輪でメダルを争ったサムエル・アンジル、セガエ・ケベデラと競り合い、2時間5分27秒の自己新記録を記録した。ありがとうございます。